はい、NBDC の研究員の三橋と申します。今日は、人由来のデータベースに関して2つのデータベースをご紹介したいと思います。1つは NBDC 人データベース、人 DB と略したりしています。もう1つは最近出したものですが、統合バーという、日本人を中心にですね、ゲノム多様性、いわゆるスニップとかそういったものの情報を統合したデータベースの2つを紹介したいと思います。まずですね、この2つのデータベースがどんな関係にあるかっていうのをちょっと、どう説明するのがいいかなと思って、今日の午後行使される、DDBJ の児玉さんが作られた資料をパッと見ていたら、この1次データベース2次データベースという分類が、比較的分かりやすいかなと思いまして、この表を最初持ってまいりました。で、1次データベースというのは、研究者、登録者が実験で得たデータを直接登録したものです。ですので、生データですね。例えば NGS のリード配列であるとかですね、タンパク質の立体構造ですね、研究者が決めたものを登録するという、本当の一次データを集めたものです。で、NBDC 人データっていうのは、こちらの一次データベースの範疇に入ります。で、個人ごとに、シーケンスした、クリニカルシーケンスとかいった、そういった個人ごとの NGS のリード情報とかですね、そういったものを、登録していただくと言って、登録していただいて、さらにそれを直接、利用していただくということで、こちらのデータベースには登録者と利用者という、両方の方が、存在するという感じになります。で、一方二次データベースというのは一次データベースの情報をですね、解析したり、キュレーションしたり統合したりした結果ということで、有名なものですと、レフセックであるとか、ユニプロットといったものがありますけども、統合バーというのはこちらの情報になります。で、しかも、人データベースの情報を加工して統合バーで公開しているわけですけども、こちらはもう加工してしまって集計情報、頻度の情報にしてしまってますので、個人ごとの情報ではないと。こちらは個人情報として扱わないといけないんですが、こちらは個人情報として扱わなくてもよいという特徴があります。で、データ加工しているのは NBDC が行ってますので、実際には DBCLS の共同研究で作ってるんですけど、統合バーは、外部の方としてはデータ利用者のみがいらっしゃるという状態です。で、もう少し図式を書きますと、人データベースの方にはそれぞれ、研究者の方から、研究で出た一次データをこうやってそれぞれ個別にサブミットしていただいております。で、利用される時もこの研究プロジェクトのこのデータが使いたいという申請をしていただいて、使っていただくわけですけども、これを二次加工した統合バーにする場合にはどうしているかと申しますと、一つのプロジェクトの中で NGS のデータとスニップチップのデータ両方入ってたりします。 NGS のデータだけの場合もあるし、スニップチップだけのデータもありますけど、これを、特に NGS データの場合は、変異を、再解析してですね、同じプロトコールで、変異を、検出して頻度を計算するという、NGS 以来のデータだけを、人 DB の中から集めてきて、作ったデータセット、 JGNGS というデータセットを、NBDC で作ってます。で、スニップチップの方はスニップチップの方で、別の、サブミッションに入っている別の研究プロジェクトから出てきたものを、集めまして、大規模な、特に日本人の、バリアントセットを作っていこうというのが、統合バーの趣旨であります。で、こうなります と、こちらは申請しないと見れないんですけど、加工情報になります と、もうオープンなデータになりますので、ユーザーの方は、統合バーにアクセスしていただいて、自分が興味のある遺伝子にどんな変異があるかなっていうのを調べていただいて、もし興味のある変異があったりした場合には、詳細な解析をしていただくために、NGS とかスニップチップの元のデータ、個人別の元のデータに、申請をしてアクセスしていただくということが、できるようになりました。ということで、統合バーと、人 DB の簡単な説明をさせていただいた後で、その後にですね、一応、人 DB と統合バーの入り口ですけど、こちらが人 DB の URL、こちらが統合バーの URL です。で、NBDC のポータルですと、左上のこの辺りにあります。ここから入っていただければありがたいですし、あと人 DB とかですね、統合バーというふうにもう Google で検索していただきますと一番上に出てきますので、そういった覚え方でもよろしいかと思います。ということで、まず、NBDC 人データベースの一次データベースの方の紹介からさせていただきます。
最初にまあ仕組みとか概要を説明させていただきまして、あとはデータ提供者と利用者の両方が存在すると申し上げましたが、それぞれの視点からですね、皆様どちらの立場になることもあるんではないかと思いますので、こういうことに気をつけておいていただければよろしいかなということをご紹介したいと思います。でまず、ヒトデータベースの概要ですけども、コントロールアクセス、いわゆる、個人情報のようにですね、ある程度制限して公開しないといけない、人に関する情報を収集公開する人に、仕組みです。で基本方針ここに書いてある通りなんですが、人に関するあらゆるデータが対象ということで、入っているデータのほとんどはですね、ゲノムのデータですね、ホールエクソームのシーケンスデータとかホールゲノムのシーケンスデータ、あとジーンチップのデータとか RNA-seq のデータとかですね、そういうものが多いんですけども、実は一件だけではあるんですけど、J-ADNI という認知症の脳画像をですね、研究した、そこからバイオマーカーを探すという、大きなプロジェクトがあったんですけども、その J-ADNI の脳画像のデータとかですね、心理試験、認知検査のデータとかっていうのも実は入っておりまして、ですので必ずしもゲノム以外の、ゲノム、データでなくてもいいと、人に関する、いわゆる個人別のデータであれば何でも受け付けますというのが基本的な方針です。で、預けていただく前にですね、二重匿名化、要するに個人の氏名とか個人を特定できる情報というのは必ず、匿名化していただいて、削除していただくということが必要になります。でもしそういった個人の情報を扱う場合なんかに関しましては、やっぱり共同研究で研究していただく必要があります。であとですね、データ提供とか利用をしてよいかという審査は、NBDC が実施しますので、利用者の方が勝手に決めることが実はできません。これは公的データベースの、という意味になります。であとですね、とはいえ、提供者の要望ですね、例えば論文を書くので、公開時期は論文のパブリッシュの後にしてほしいですとか、あとインフォームドコンセント取った時に、こういった制限事項が書いてあるんだけどもこれを反映できないかといった要望には、なるだけ、対応するようにしております。であと社会的理解や指針の変更に柔軟対応ということですけども、個人情報保護法が、例えば、数年前に改正されまして、ゲノムデータが、個人情報、いわゆる、個人識別情報という個人情報というカテゴリーになってしまいましたので、そういった、法律なんかの変化に応じて、基礎データベースの運用も、変えていっております。で公開データ数ですけども、非制限なデータが20件、制限公開のデータが70件ということになっています。でこれに関してもう少しデータの区別に関してですね、おさらいですけど、説明しますと、一番下がですね、実際に研究者の皆さんが、研究していただいている状態のデータです。ですのでこの場合は例えば個人の氏名が入っていたり、いわゆるそういう状態なんですけども、NBDC の人データベースに預けていただく際には、そういった、個人情報、氏名なんかの情報を削除して匿名化していただいて、預けていただく必要があります。でその後ですね、先ほども例えば論文を書いた後に公開したいとかそういった、ことをですね、基本的には認めておりますので、先に預けていただいて、論文がパブリッシュされたら、こちらに公開するということですね。その論文がパブリッシュされているのを待つ状態のデータを、公開待機データというふうに呼んでおります。でその後、論文が出た後に制限公開データとして、個人別の情報、個人ごとの情報なんかは、公開されます。でこれに関しては、人データ審査委員会で、審査して、許可された人にだけ、使っていただくというデータになります。で一方ですね、先ほど言いました、バリアントの頻度とかそういった集計値であるとか個人が特定できない情報に関しては、NBDC のウェブサイトから誰でもダウンロードできる、非制限公開データと呼んでますけども、そういう形で公開しております。で、これがその、データベースの運営の仕組みなんですけども、提供者の皆さんはですね、データが出ましたら、例えば IC をちゃんと取ってますとか倫理審査でデータ共有の承認を得てますといった書類をつけていただいてこちらの人データ審査委員会に申請していただくということです。で人データ審査委員会というのは外部の有識者を含む審査委員会でしてこの審査委員会はですね NBDC の運営委員会の中にありますデータ共有分科会というところで作りました共有ガイドラインとかデータ扱う際のセキュリティガイドラインを
教育分科会でまあ作ったものが公開されてるんですけども、まあ、それにのっとってちゃんと提供されてるかということをまあ審査する場所ですけども、まあ、ここの許可を得まして、承認されますと、DDBJ の方で運営している JGA という、データレポジトリの方にまあデータを送っていただくと、そうすると、JGA の方から論文なんかに利用可能なまあ ID を送っていただけるということで、まあ、公開という、形になります。で逆に、利用する場合ですね、これも同じくですね、申請をしていただいて、まあ、データを利用する研究でちゃんと倫理審査に通っているということを、まあ確認できる書類とともに申請していただいて、まあ、承認が出たらこちらの JGA の方に、まあ、アクセスしていただいてダウンロードしていただいてデータを使うという形になります。でこちらの場合は、利用状況を、まあ、年に1回とか終了時に、まあ、報告していただくという必要がございます。で JGA ですけども、 JGA の方も、ポータルサイトがございまして、まあ、JGA の主な役割としては、まあ、データを厳密に厳格に管理すると、まあ預けられたデータは、まあ、暗号化した状態で、まあ、格納されています。でさらにもう一つ大事な、役割としてアクセッション番号を発行することができますので、まあ、このアクセッション番号を、まあ、もらって、まあデータを提供していただいた方は論文にそのアクセッション番号を、まあ、記載することができます。で、まあ、日米欧でですね、こういった制限公開データを共有する仕組みはあるんですけども、まあ、日本の場合 DDBJ でが運営する JGA がそれにあたります。で米国の場合は NCBI が、まあ、運営している DBGAP というデータベースがあります。でヨーロッパの場合は EGA というデータベースがありまして、それぞれ、ちょっと DAC というのはデータアクセスコミッティというを略して DAC と呼んでますけども、いわゆるデータを利用していいかどうか、データを提供して登録していいかどうかをまあ審査する、いわゆる人データ審査委員会に当たるものがそれぞれの組織でございます。で日本の場合は DDBJ には DAC はないので、それを NBDC が行っているという仕組みになってますので、審査は NBDC が行って、データの管理と、まあ、払い出し、アクセッション番号の払い出しなどは、DDBJ がやるという、そういう、まあ、協力体制で運営しております。ということで、次にですね、データ提供者の視点から、まあ、気になることを3つ挙げさせていただきました。まあ、ちょっともう喋ってしまっていることもあるんですけども、まあ、1つ目はなぜこういった公的データベースに提供しないといけないのかという、まあ、必要性に関して、で2番目は、実際データ提供したいときにどんな手続きが必要で、どういう準備をしとかないといけないのかというのは気になると思いますので、それについて簡単にご説明します。で3番目はデータ提供者がデータ利用者を選んだり利用条件をまあ、自分で決定できるのかっていう、まあ、疑問もあるかと思いますけども、まあそういったことに関してちょっと説明をしたいと思います。でまず、なぜデータを提供しないといけないかって、その必要性ですけども、一つはまあ先ほども、八塚の方のプレゼンでありましたように、まあ、ジャーナルがですね、論文を書くときに使ったデータを公的 DB に登録しないといけないっていうことをまあ求めるっていうことが最近の傾向になっております。で、NBDC のですね、データベースアーカイブも、サイエンティックデータの、まあ、推奨レポジトリになったということを申し上げましたけども、同じく人データベースに関して、人のデータに関しては JGA が同じく、サイエンティックデータの、まあ、推奨レポジトリというふうに、まあ、2016年からなってますので、ここに、登録していただく必要がありますね。強調したいのはですね、もちろん海外の DBGAP や EGA にも、登録していただくことができるんですけども、まあ、JGA に登録していただいても基本的にはそこで発行されるアクセッション番号というのは欧米の機関から発行されるものと全く同じ効力を持ちますので、もちろん日本語で、日本の場合ですと日本で日本語でいろいろやり取りもできますし、そういった意味からぜひ、海外のレポジトリではなく JGA の方に、まあ、登録していただいた方がいろいろメリットが大きいんではないかというふうに思っております。でその次ですけども、これはですね、ファンディングをする側の動きに関してですけども、A メドの方がですね、今年の3月に、まあ、データマネジメントプランを提出するということを、まあ、義務化したということが、まあ、A メドのページでも発行されてまして、まあ、基本的に、こういったファンディングに応募するときにですね、データをどういうふうに共有するかっていう計画を研究計画時に立ててくださいと。で、まあ、それが基本的に公募審査の評価とかにもなるということで、最初に研究を始める時点でどこにデータをサブミットする、公開するのかっていうことはもう義務化されてきておりますので、そういう意味では
こういったデータを公開するということに関していろいろ知識を持っていただいて準備をしていただくということは非常に大事だと思います。で、制限公開データに関しては、NBDC の人データベースが、AMED の方で指定されておりますので、ぜひ人のデータを、解析される場合には避けて通れないということになっているかと思います。で、次ですけども、じゃあデータを公開せというそういう、いろんな要請があるわけですけども、それじゃあ実際に提供するのにどんな準備をしとけばいいのか、どんな手続きをしとけばいいのかということを簡単に説明させていただきます。で、この人データベースのメニューのところにデータの提供っていうのがございます。で、ここを見ていただきますと、提供に必要な手順が、ちょっと字が小さいですけども書いてあります。で、その中で一番大事なのはですね、この研究計画、しかもそれが倫理審査に通っていること、さらにですね、資料を集める際に当然同意文書なりの同意文書の説明をされるわけ、説明文書というのがあるわけですけども、こういったものを出していただく必要があります。で、先ほどの繰り返しになりますが、もちろん AMED なんかでその研究、をファンドに応募されるときにも研究計画をきちっと立てないといけないというふうになってきてますので、わざわざ言うこともないかと思いますけども、研究計画書、同意文書、説明文書を、しっかり作成していくことが重要です。もちろんこれ皆さんも経験ある方もいらっしゃるかもしれませんけど、後からですねデータベースに登録したくなったからといって、また同意文書の説明をやり直すというのは非常に手間がかかりますので、ぜひ研究を始める前にこういった準備をしておいていただければと思います。で、具体的にですね、じゃあ同意文書のフォームとかですね、どういう説明文書のひな形みたいなものはないのかっていう、ことですけども、それはございます。で、FAQ の一番下にですね、こういった、インフォームドコンセントの説明文書はどのように記載すればいいかっていうこと、FAQ にあるんですけども、最近このモデル書式をですね、先進ゲノム、支援という、新確実領域の、いわゆるシーケンスとかの解析とか、そういったものを支援するプロジェクトがあるんですけど、そこから非常にたくさんのゲノムのデータが出てきますので、当然、この支援をゲノム支援で支援を受けるときにですね、データを公開していただくということが条件になっておりますので、その際にこういった同意文書とかっていうのが必要になってくるわけですけども、その先進ゲノム向けの同意文書のひな形っていうのを、この、先進ゲノムのページからダウンロードできるようになっていますので、ぜひこういったものを見ていただいて、活用していただければと思います。で、NBDC もこの作成に関わっておりますので、不明点とかは事前にご相談ください。で、もうすでに IC 取られていた場合もあって、もうこんな IC になってるんですけどデータベースから公開できるんでしょうかっていうご相談もですね、随時受け付けておりますので、ぜひ前広にご相談いただければと思います。で、この同意文書の中にどんなことを書かないといけないのかということで、ポイントがまとめられています。で、特にですねデータベースを公開するにあたって、ちょっとそこに特殊なデータベースから、データを公開するということに関しての に関した文言というのはここにまとめられております。本当一番大事なことはですね、データベースどこから出すかっていうのは必要ではないですけども、公的データベースからデータを公開するという文言を書いていただいて、必ず同意を取っていただくということが一番大事なことになります。ですね、これはぜひ忘れないでください。で、あとですね、データの公開っていうのはですね、やはり NBDC 人データベースは、国内の研究機関、アカデミアだけじゃなくてですね、製薬企業とか民間、海外の、企業に関してもですね、研究利用される場合には、利用を認めておりますので、ぜひそのことに関してもできる限り IC の中に書き込んでいただいて、同意を得ていただいておくということが大事になります。で、あと公開されたデータはですね、他の研究にも利用される可能性があるとか、あと、集計データですね、例えば統合バーのようにですね、二次加工したデータを公開するということもありますので、そういった使われ方をしても良いということに関して、承認を取っていただくということが非常に大事になりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。で、最後ですけども、データ提供者がデータ利用者を選んだ利用条件というのを自分で決定できるのかといいますと、これは当然ですけどできません。これはある、エントリーなんですけど、ただしですね、データ提供者はインフォームドコンセントの説明文書の中で指定している制限項目については、そのデータに関して、制限事項を設定することが一応共有ガイドラインの中で認められています。
で、NBDC ポリシーというのがですね、基本的に NBDC で、定めている利用条件です。これはあの共有ガイドライン見ていただければ分かるんですけども、例えば個人の特定を同定をするようなことをしないとかですね、まあ、常識的なことが基本的には書かれています。あと提供者に謝辞を書くとかですね、そういったことはもうこの NBDC ポリシーの中に書かれてますので、そういったことは追加することはないんですけども、まあ、同意文書の中でどうしてもですね、例えばこの疾患の特定の疾患でしかこのデータを使ってはいけないという条件でも IC を取ってしまっている場合なんかに関しましては、こういった制限事項に加えてですね、一応インフォームドコンセントの整合性を取った上で公開することもできます。次ですけども、まあ、データ利用者の視点から、まあ次はデータ利用者の視点からまあどういったことが気になるかということですけど、まず人データベースの中から自分の探したいデータをどう探すかというデータの探し方です。で、同じく利用手続きどんなものが必要か。で、3番は、データをですね、どこで解析できるのか、例えばクラウドサーバーで解析できるのかといったことに関してちょっと説明をしたいと思います。で、まずデータの探し方ですけども、人データベースのまあトップページ見ていただきますと、いくつか入力できる場所があります。で、まず一つは右上に、このサイトの全文検索がありまして、まあここにキーワードを入れていただきますと、この人データベースのページの中のキーワードでヒットすることができます。例えばナルコレプシーというふうに入れますと、ナルコレプシーに関するページが Google のように出てまいります。で、2番目の方法はですね、大体この最初のトップページにですね、全部のスタディの一覧が出ておりますので、まあ、そこに研究題目であるとかですね、どういったチップのデータなのか NGS のデータなのかといったそういった解析手法とかそういったものが一応一覧されてますので、まあ、この中でこの表の中で、キーワード検索していただくだけでも、かなり絞り込めるんではないかと思いますので、例えば、ナルコレプシーの場合となると、例えば頭出ししていただきますとナルで始まる、スタディのだけが絞り込まれますので、まあ、こういって、こういった感じで、まあ、探したい、データを見つけていただくことができるかと思います。で、3番目はビーコン検索というのがございます。これはですね、ある変異の場所がですね、このデータの中にそういう変異を持つデータが含まれているかどうかっていうのを見つける方法でして、そのためにはですね、まあ、染色体上の位置とあのアレルが、オルタナティブアレルが分からないといけません。まあ、これが分かっている場合にこういった変異、GRCH37 のこの染色体12番のこのポジションに A というオルタナティブアレルを持っている変異がこのデータセットの中に含まれているどうかっていうのを調べるためにまあ使える検索です。で、この条件を入れていただきますと、こちらのページに行きまして、データセットごとにですね、このデータセットには青が、緑が実はファウンドでの、赤がノットファウンドなんですけど、この変異を含むデータセットに関しては、変異が含まれてますよということがまあ表示されます。ですので、まあ、変異が表示されているデータセットに関して利用申請を出していただければということになります。ただちょっと今、全部のデータに対してこの検索ができるわけではありませんので、ちょっと非制限公開データの一部のみが検索対象になっておりますので、少し注意をしていただければと思います。で、このビーコン検索なんですけども、実は NBDC でオリジナルで作っているものではございませんで、グローバルアライアンスオージェノミックスアンドヘルス、GA4GH という、国際的なですね、人のデータを共有して、まあ技術開発をしたり、そういった、共有のルール枠組みを作ったりという、そういうアライアンスがございます。で、そのアライアンスに NBDC も、DDBJ も参加しておりますが、その中で使われているビーコンという技術を使ったものです。で、世界的な、まあ、そういう、ネットワークですので、同じような、ここにありますように染色体上の位置とアレルが分かっている場合はですね、世界中の研究室で、まあ公開されているアリルを検索することができます。ですので、例えば、この中ですと ICGC の、ガンゲノムの中に、この場所の変異が入っているということが、まあ、検索で分かるようになっています。まあ、JST もここに表示されるようになってますね。ここをクリックすると先ほどのページが出るというような感じになっております。で、次にですね、まあ、データの利用に必要な手続きということですけども、こちらも同じように倫理審査とか、研究計画というのは必要なんですけども、先ほどの提供と違うところはですね、データを受け取って、まあ、解析しますので、きちっとそのデータの管理ですね、セキュリティ的な管理ができるかということを、まあ、チェックさせていただくことになってます。
で、セキュリティチェックリストっていうのがございまして、基本的には、セキュリティガイドラインの30項目程度、まあ、基本的なことですね、それほど難しいことは求めておりません。ですので、これを、一つずつチェックしていただいて、申請時に出していただければいいんですけども、まあ、情報セキュリティ対策の目的、何回申し上げますように、制限公開データ個人、情報でもありますので、これを漏洩を防止するということが、まあ、全ての目的になります。ですので、ガイドラインの中で言っていることはですね、ざっくり言いますと、制限公開データと他のデータを、例えばファイアウォールであるとかですね、ホルダーを分けるとかですね、サーバーを分けるとか、そういったことで分離していただいて、原則そこから動かさないという使い方をしてくださいということを申し上げています。で、例えばですね、データ誤って削除してしまっても、ダウンロードまたJGA からダウンロードすることできますので、例えば長い期間もうちょっと使わないかなと思ったらですね、置いとくよりは一度消してしまうというようなこともできるか、そうしますと、まあ、漏洩の心配ありませんので、まあ、そういった対策をしていただくということも重要かと思います。で、最後の問題ですけども、今先ほどの図ではですね、これ実際には、利用者の所属組織の中の LAN オンプレミスでしか基本的には使えないというのが現行のルールになっておりますが、当然昨今クラウドとかですね、他の、イカ研とか DDBJ とかでスパコンを使うことができますので、まあ、そういった計算資源を使って解析したいということニーズが大変強いございます。ですので、まあ、それに対応するためにですね、NBDC としましては、今現在所属組織のみですけども、所属組織以外の他の組織のサーバーを使えるようにするという、まあ、これを機関外サーバーと呼んでおりますが、これを使えるように、ルールを改正しまして、ちょうどですね、一応予定では8月31日もですので、あさってとかに一応この、公開をする予定で、最後の仕上げというか準備をしております。ですので、この機関外サーバーが使えるようになりますと、人データベースから機関外サーバーの方にダウンロードして、まあ、豊富な計算資源で計算することができます。で、具体的に、機関外サーバーとなるのは、遺伝研の、スパコンを、想定しています。で、遺伝研のスパコンで個人ゲノムを扱えるセキュアな領域を今準備していただいてますので、まあ、そちらに申し込んでいただくということで、まあ、オンサイト以外にも機関外で、解析をすることができるようになります。で、まとめですけども、まあ、NBC 人データベースというのは、公的資金による人関連研究の成果の受け皿ということで、一応 A メドなんかでもデータの公開を求めているということを申し上げました。あと、アクセッション番号を発売する場合にもデータベースへの登録が必要だということを申し上げました。で、あと NBDC と DDBJ でこういった役割分担で人 DB を運営しております。で、データ提供していただける皆さんには研究参加者の同意を取っていただくということが一番大事であるということを申し上げました。で、データ利用者の方には、データを利用する上でのセキュリティ対策というのをきちっとしていただきたいと、そのためのチェックリスト、ガイドラインも存在することを申し上げました。で、これで一応、人データベースの、説明を終わらせていただきます。で、次に統合バーの方の紹介になります。で、まあ、これもかなり、先ほどから統合バーの話をちらほらと挟んでおりますので、なんとなく分かっていただけるかと思いますけども、統合バーですね、日本人ゲノム多様性統合データベースということで、まあ、統合しているということで統合がついています。で、多様性バリエーションのデータベースので統合バーという名前にさせていただきます、していただいています。で、先ほど申し上げましたように、人データベースに入っている、個人情報ですを、まあ、個人を特定されない加工データ、まあ、いわゆる頻度情報に変えて提供させていただくということで、データの概要を把握可能にしたデータベースです。それだけじゃなくてですね、人データベース以外の日本や海外で公開されている頻度情報とかですね、クリーンバーのようにですね、まあ、ゲノム多様性と疾患の関連情報というのもデータベースとして公開されてますので、それらの情報を、まあ、統合してですね、ワンストップで検索可能にしたものであります。で、6月7日に公開したばかりですので、まだちょっと機能的には少し足りない部分もありますけども、どんどん、改良していきたいと思っております。で、バリアントの種類としては、今のところジャームラインのバリアントのみで、がん研究をされている方には申し訳ないんですけど、主要組織なんかのバリアントの情報というのはまだちょっと入ってないという状態です。で、まあ、ポイント、ワンストップ検索のポイントですけど、まあ、今までですと、注目するバリアントがあった場合にですね、例えばクリンバーだとクリンバーに見に行かないといけない、
外国人の頻度を知りたかったらエグザックを見に行かないといけない、日本人の頻度も東北メディカルの DB もあれば京都大学のデータベースもあるということで、いちいちこう、まあ、渡り歩いていかないといけなくなったというのが、統合バーを、アクセスしていただきますと、まあ、例えばこういう URL にアクセスしていただくと、ここらに書いてある情報が全て一箇所で、まあ、見えるということになってます。でしかもそれに、統合バーの ID を振っておりますので、この ID さえ覚えておいていただければいつでも、この情報にアクセスできるということを実現いたしました。で中に入っているデータですけども、まあ、何回も申し上げております NBC の人データベースを、まあ、再解析して、出したデータですが、まあ、まず含まれております。で NGS のデータとしては全エクソームのデータ125人分が今入っています。でスニップチップの方は、18万人、まあ、これほとんどバイオバンクジャパンのデータです。ですので、まあ、疾患の方の疾患持ちの方のデータになっています。でこの2つは、東北メディカルメガバンクのデータと、まあ、京都大学のゲノムコホート、これは住民コホートですので基本的にはまだ疾患発症されてない方が、中心のデータになってますので、まあ、あの健常者のコントロールとして、まあ、使っていただくことはできると思います。で海外のデータとしてはエグザック、ブロードが出しているエグザックという6万人のエクソームのデータが入っております。でこれに関してはですね、今ノマドという新しい後継プロジェクトができていまして、そちらだとエクソームが12万人、ホールゲノムが1万人というふうになってまして、まあ、そちらのデータに置き換えていきたいというふうに思ってます。であとまあクリーンバーのデータで、あとはですね文献との関連ということで、バリアントがまあ出現するバリアントの情報が出現する文献情報というのが NCBI が出しているパブデータというデータベースにまとめられてますので、まあ、あるバリアントがどの文献に出てきているかという文献の情報もまあ統合しています。であと、言い忘れましたけど、この友の情報というのは今、バージョン2に、新しいデータになってますので、そちらにまあ更新したいというふうに考えています。でまあ、同じような情報ですけど、統合バーのホームページから、まあ、データの概要を見ていただくにはですね、このデータセットという、タブをクリックしていただきますと、先ほどの表と同じような情報が出てまいります。一番上が、まあ、JGA 由来の、バリアントセットになります。でここで見ていただきたいのはサンプルサイズは先ほどの、表にもあったんですけども、検出したバリアントの数ですね、まあ、それが書かれております。まあ、当然 NGS の方がバリアントの数が多くて、 SNP の方は厳選された頻度の高いものだけを基本的にチェックしますので、少し数が少なくなっております。で実はですね、でもう一つ申し上げておきたいのは、その中からですねちょっと頻度の低いもの、アレルカウント数が5以下のバリアントというのは実は除いてます。ですので、レアなものを除いてますので少し実際に見えているバリアントの数が少ないということを少し注意しておいていただければと思います。で同じようにですね、東北メディカルメガバンクから出ているデータも同じように 1% 頻度が 1% 未満のアレルに関しては実はDTA を結んでいただかないと公開されてないという仕組みに、これは東北の方が決めてまして、統合バーでも、1% 頻度 1% 以上のものしか公開していません。ですので、まあ、800バリアントぐらいになります。ですが DTA を結んでいただいて 1% 以下のものっていうのも実はダウンロードすることはできますので、そちらは東北の方のサイトにアクセスしていただければというふうに思っています。でこちらがですね、実際に JGNGS と JGSNIP が、まあ、どの人データベースのデータをアグリゲート集約して出したデータかっていうその由来に関して書かれております。でエクソームの方は125人なんですけども、まあ、基本的に今のところがん関係の、まあ、疾患を持つ方が集団になってますので、こういった集計情報でも実は個人のゲノムをですね持っている場合はその人がこの中に入っているかどうかっていうのは実はちょっ と,、理論的には分かるっていうことがもう証明されてますので、そうするとこの中に入っているっていうことが分かってしまうとちょっとがんの人ばかりですのでちょっとあまりよろしくないということで、まあ、先ほど申し上げましたようにまれなバリアントに関してはちょっと除外させていただいています。まあ、ただですねここにデータ増えますと健常人のデータなんかが入ってきますとその辺が分からなくなりますので、その場合にはレアなバリアントもまあ公開していきたいというふうに考えています。で同じようにSNPの方ですけども、こちらはですねバイオバンクジャパンの、オーダーメイド医療の実現プログラムから出てきた18万人というこれは非常に多くの、サイズのまあデータですね。こちらは健常の方と罹患者と両方含まれてますが、まあ、こちらが中心になってます。
で、まあ、これも何回も先ほど申し上げましたことをちょっと絵にしたものですけども、いわゆる出てきたバリアントの頻度の中には疾患を持っている方と疾患を持っていない健常の方が混じっているということを覚えておいていただければよいかと思います。で、2枚ほど前のスライドでですね、NGS のデータはホールエクストームの今125人分しかないというふうに申し上げましたが、実はですね、これもバイオバンクジャパンの、から出てきたデータなんですけども、1026人分のこれはホールゲノムのデータが、こういった患者さんのデータが、もうすでにですね JGA の方に登録されてます。ですので、JGA ヒト DB のこのアクセッション番号にアクセスしていただきますと、この1026人のデータをもう今すぐ使えるようになってます。でさらにこれを再解析して JGNGS の方に登録したいというふうに思っています。でちょっと時間がなくなってきたんで急ぎますが、であと統合バーの検索に関してですけども、まあ、ここにキーワードを入れる画面がございまして、キーワードとしては RS 番号であるとか、変異のポジションであるとか遺伝子名疾患名なんかを入れることができます。でそうするとそれに該当する、変異が一覧が出てまいります。で、ここにあるグラフがですね、頻度のグラフでいろんな集団の、グラフ頻度を、まあ横に並べて比較することができます。でここマウスオーバーしていただきますと、実際の数字オルタナティブアレルとリファレンスアレルの、数と、まあ、頻度が出てくるということになります。で右側にはクリーンバーの、情報なんかも出てきます。でさらにこの情報をですね、データセットと頻度の大きさであるとか、あとスニップの種類であるとか、まあ、パソジェニックなものだけを見たいとか、そういったフィルター機能がありますので、このフィルターを使って、絞り込んでいただくことができます。で、まあ使い方に関してはですね、もう25日に統合テレビの、動画が出ましたので、ちょっと8分ぐらいですけど、これを見ていただくのが一番分かりやすいかと思います。ということでちょっと駆け足でしたけども、ご清聴いただきありがとうございました。でご不明点とありましたらですね、かなりデータ、特に人データを登録したり利用するところというのは結構細かい手続きがございますので、ご不明点ありましたら何なりと、こちらの方に問い合わせていただければと思います。はい、どうもありがとうございました。